うございます、コパールです。今日はちょっと普段から私が使っている小物というか物の紹介をしたいと思います。チャムスのブービーハードケース、これただの四角い箱なんですけど、まあ、これ普段から私は使ってます。で、まあ、キャンプ用品からバッグとか小物とかの雑貨、あと T シャツとかアウターなんかもね、取り扱っているブランドのチャムスなんですけど、私自身もチャムスは大好きなブランドで、 T シャツなんかも持ってるし、バッグも使ってますし、最近はね、こんなの買いました。で、こんなコップとかね、めちゃくちゃ可愛い、ポップで可愛いものを扱っているなっていう印象のブランドです。で、そこのブービーハードケースを紹介したいと思います。本来ね、アウトドアブランドっていうことで、ランタンだとかガス缶とか、あとはまあそれこそこういったコップだとかね、アウトドアグッズを入れるための箱なのかもしれないんですけど、カメラバッグが欲しいなって思ってた時にいろいろこう探してたんですけど、カメラバッグっていうと、まあ、カメラとかレンズをね、収納して持ち運んだり、あと使う時に取り出しやすかったりとかね、カメラマンにとっては何かと便利なんでしょうけど、どこかこうイメージ的にこう地味な印象もあったり、なかなかこう購入に踏み切れなかったんですけど、まあ、この四角さとかこの深さとかがカメラとかレンズぴったり入るんじゃねえのかなと思って試しに買ってみたんですけど、これがまた本当に良くて、こんな感じに収納してます。ここにレンズ1本2本で、ここにまあストラップ、この前紹介したピークデザインのストラップが入ってるんですけど、ここには普段今撮ってるカメラ α7 III が入ってます。で、2470の標準ズームが入って、ここにも入るんで、ぴったり入るんで、こんな感じで使ってます。これがマジックテープになって、この仕切りが2枚ついてて、まあ好きな大きさによって好きな位置にこう調節できます。このオレンジの蓋の部分と底の部分っていうのはちょっと硬めの素材になってて、衝撃吸収性のある素材が使われてます。で、これね、すごいのがこう傷がつかない、爪でちょっと引っかいても傷がつかない、かなり丈夫な素材になってます。で、中身は仕切りもそうなんですけど、この外側のぐるっと一周、動画じゃ伝わりづらいかもしれないんですけど、薄めのクッションが入ってるんで、中のこのレンズだとか入れてもこう傷にならないというか、衝撃をかなり吸収してくれる中身になってます。で、デザインもポップでね、蓋にはチャムスのマスコットブービーバードで、底面はそのブービーの足跡がペタペタペタってついてて、めちゃくちゃ可愛い。足跡の部分がこうやって盛り上がってるんで、結構地面にポンと置いてもこの傷のつきにくい素材も相まって、かなり傷を防いでくれる役割をしてます。なかなか考えられているなと思います。で、ちなみにですけど、この俺知らなかったんですけど、ずっとペンギンだと思ってたんだけど、このチャムスのブービーバードって鳥だったんですね。ブービーバードっていう鳥がいるみたいです。俺知らなかった。カメラケースとして使ってるこのケース、2点ほどちょっと欠点があって、蓋を開けると裏蓋にここメッシュのポケットがついてるんですけど、ここの間口が広くて、ここによくマイクとか予備の SD とか入れたりするんですけど、これ開けた時にポロンってこっち側に落っこちちゃうんですよね。こういうレンズキャップなんかをここに入れると、こんな感じで蓋を開けるとこう落ちそうになる、というか落ちちゃう。100均でこういったポーチなんかがあるんで、それを入れると落ちづらくなるんで、今はそれでちょっと対応してます。あともう一点欠点は、カメラ専用ってわけじゃないんで、レンズ交換だとかが出し入れがしづらいところがあります。カメラの専用で作られているものって言ったら、とっさのレンズ交換だとか、ね、大量のレンズを収納できたりとか、まあ、カメラマンにとってこうシステマチックに作られている部分があるかと思うんですけど、まあ、これはただの四角い箱なんで、一旦バッグから取り出してファスナーを開けて、蓋を開けて、
レンズ取ってっていう手間がやっぱりそれなりにかかっちゃう。まあそこは仕方ない部分なのかもしれないですけど、まああとはね、私のように持ってるレンズの本数が少なかったり、そんなに頻繁にレンズ交換しないよって人にはかなりおすすめです。まあ何よりね、普段使ってるお気に入りのリュックにカメラとレンズ入れて、これをこうしちゃえばカメラバッグに変身しちゃうよっていうのが何よりの利点かと思います。でね、サイズも3種類 SML あって、カラーも何種類か3種類かなあったんで、まあ、好みのものを選べるっていうのもいいポイントだと思います。でもし気になった方がいらっしゃいましたら、下の概要欄にリンク貼っときます。であとブログの方でも紹介させてもらってるんで、まあ、もし気になる方、詳細が知りたいなっていう方はそちらのブログの方のリンクも貼っておきますので、ぜひ見て参考にしていただければと思います。はい、ということで今回はカメラケースとして使っているチャムスのブービーハードケースの紹介でした。こんな感じでガジェットとか、まあ、雑貨の紹介だったり、あとは娘たちと遊んだり、まあ、どっかお出かけ行ったりっていう日々のね、日常をちょっと YouTube の方にアップしてます。もし気に入っていただけましたらチャンネル登録の方よろしくお願いします。じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。また。I wanna kiss you before the sun goes down. It's what you're doing, making me feel like